津別峠津別峠は、北海道網走郡津別町と、川上郡手鹿賀町との境にある峠である。網走と釧路を分ける峠の一つ。標高754メートル。津別峠阿寒真シ国立公園の人気観光地で、ある、屈使路ロコの北西、さまっかりぬっぷりとことにぬっぷりの間に位置し、屈使路ロコ半西部国道243号、駆使者ロコ交差点から、 津別市街を結ぶ北海道道588号、屈舎路津別線が津別峠を通る。峠を越える道路は舗装されているが、狭いなことから、大型車の通行は禁止されているため、大型観光バスは入れない。陶器は全面通行止めとなる。また、北キツネやエゾリスなどの野生動物もよく出没する。津別峠展望台屈舎路港を望む堂々の、 峠から分岐する林道を約2 5キロメートル登ったところに潰つすつ峠展望台が設けられている。標高が高いため雲がかかりやすいが、天気が良ければ、眼下に、クシャロコ、メアカンんだけ、おあかんだけなどのアカンの山々の稜線や、オホーツク海まで一望することができる。また、雲海の広がる名所としても知られる。展望台は中世ヨーロッパの古城をイメージした外観で、 駐車場、トイレ、売店が設置されている。開館時間は9時19時。トイレは24時間利用か。また、開館時間外にも施設を活用して、運海ガイドツアー、宇宙ガイドツアーが開催されている。同じく、屈舎路湖を見下ろす峠には、国道243号の通る美幌峠と、北海道道102号波尻川湯線の通る小清水峠がある。別峠は、 美幌峠や、コ水ミ峠よりも高所にある。ありがとうございます。